本当だ、はい、あー、うん、あー、うん、おお、ね、ありますね。おお、これは続いてますけど、こっちにはないんですね。本当だ、ね、はい、ちょっと違いますよ。あら、サマリ国の方が愛が強い。すいません。すぐ入りますな、うん、でも結構ひねれてますね、今ね。ここがすごい、はい、こっちに来ますね。来ますね、はい、おお、行きますね。おお、あんまないですね、今ね。大天使出っ張ってたり、膝裏が硬かったりは右の方がある感じしますね。ああ、ね、やっぱそうですよね。こっちの方が上まで、うん、なんかこっちは曲がってきちゃう、上がんないっていう差が結構ありますよね。震えてますね。めっちゃ痛い。右なんですね、なんかね。左か、左の肩は左で、足は右で、まあ、バランスですかね。行きましょうか。はい、失礼します。おお、いい響きですね。いいですね。
ほう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 、響く。いい声でしたね。響く。おお。硬いですからね。震えなくなりましたからね。そうっすね。まあ痛いは痛いですけど、でもさっきのことじゃないですか。痛いは痛いけど、うん、そう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 。ぐらいになりましたね。はい。震えがきました。震える痛さっていうね。あとなんかこっちに股関節大腺があるんですね。そうなんですよ。それがあるからちょっとそれを改善するストレッチを。男性ってそうなりやすいのかな。両足立ってる人いますよね。なんかまあそうそうそうですね。そういう生き物なんですかね。なんか言いますよね。やっぱ女性は内股になりやすい、男性は外股になりやすいっていうね。まあ服装とかいろいろあるんでしょうね。うお。いきますよね。おお。いやー。全然映ってないけど。これで、そうですね。ちょっとこれで、はい、肩周り最後叩きます。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。生きていける。生きていける、ね。軽いっすね。あ、そうか。なんか腰が軽い。腰軽くなりました。腰が軽い。はい。軽い、腰が軽い。あ、多分ね、足上げたりとか、おお、軽いですね。そうですね。あとこう、なんですか、お辞儀したりとか。ちょっとまっすぐお辞儀してどうですかね。はいはい、そう、さっきお辞儀が、左右対称にできないっていうふうになるような感じだったんですけど、はい、どうですかね。多分いいですか、感覚。いや、もうなんかまっすぐいってる気がします、はい、そうですよね、はい、はい、だいぶ改善されてるんじゃないですか。ありがとうございます。よかったです。よかった。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。私もや、今日ね、はい、私も今日やってもらってだいぶ楽になりました。ありがとうございます。お茶もさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この動画がいいと思ったらグッドボタンと、はい、チャンネル登録をお願いします。お願いします。はい、哲也さんの方でもね、動画上がりますので。よろしくお願いします。この角度が、カメラ位置が良くなかったですね。すいません、低いですけども。はい、では、See you! See you!